50分ちゃんと完結になりましたが、前置きがいくつかあるんですけど、知らなかったんですけど、私の母の実家は新宿にありまして、やはり終戦末期に丸焼けになってるんですね。ただたまたま田舎の金持ちの息子が東京で開業をしていたために、パッと転居して新しいものを建てて、でその後もずっと、その後割と早めに終わったじゃないですか、戦争は。直後だから全然語ることもなくて、たまたま家族に肉体的被害がなかったんで話題になってなかったんですね。だから私は知らなかったんです。私はこれに関わっていることを言ったのは、今89歳の母が、姉の家に住んでるんです。昨日お盆でうちに来てて、そのことを語っておりまして、あ、そうだったんだということを、それが一つ。私は第二次世界大戦のことはですね、憲法改正の時に押し付け憲法論で必ず出るもんですからね、私のはもう完全に総括しておりまして、おかしな憲法の下で愚かな戦争をした、バカな分け戦をやった、全然戦争を肯定する気はないんですね。つまり憲法というのは、権力がですね、天皇の名を出す官僚の側に、元老の側にあって、民衆に拒否権がなかった、表現の自由もなかったですから、まさに治安維持法と特攻警察の世界で、ちょっと不満を言うと突然令状なしに逮捕されて、殺された人もいれば強姦された人もいるという話ですよね。そういう体制の中で突っ込んでいった愚かな、しかも今押し付け憲法論の人たちはおかげでアジアが解放されたなんて言ってますけど、そうじゃなくて西洋の侵略者に取って代わって侵略者になろうとして失敗したわけなんですよ。その時に時代が変わって彼らが独立したと、我々が独立させてやったなんて恩義性が欲しい。だからよく言うのは、我々が植民地に仕掛けて逃げ出してきたところに、さすがに作った工場を持って帰ってこれないですよね。それがその国の発展の基礎になったな、経済発展の基礎を作ったなんて、なんて恩義性が欲しいこと言うわけですよね。持って帰ると絶対持って帰ってきてます。もうそういうですね、愚かな戦をして、で計算もつかず負けて、負ける前に何をしたか、要するに国体を残すことが最後の停戦条件になってたわけですよね。要するにバカな戦仕掛けてボロ負けして、もうあと一歩で踏み潰されるとき、ちょっと待ってくれよ、やめてもいいけどさ、天皇制残してくれ、まあバカな条件闘争やってたわけですよね。でそれ許してくれなかったら、1億拾ったら総力戦だぞとか言ってですね、道具に使える国民は偉い迷惑ですよね。でその総力戦の演習を硫黄島と沖縄でやってみせ、見せちゃったわけです。アメリカは僕はアメリカに留学した人間ですけど、アメリカはあれでとんでもないことに気づいたわけです。日本人と本土決戦やるととんでもないことになる。つまり戦死した兵士もお互い結構いるんですが、それ以上にアメリカの兵隊が気が狂ってしまったんですね。精神的障害が残っちゃった。だからこれはもうズブズブやったら大変なので、早く蹴りつけなきゃいかんということで、彼らは戦略を変えて、本当戦地国際法ってのは堂々の代表選手の兵隊同士が戦うことで、そのフェアプレーの戦地国際に従うじゃなくて、その後ろにいる全く無防備でやられるとはそもそも思っていない民衆を夜焼夷弾で囲んで逃げれないような火の壁を作って、そこへまた焼夷弾とか爆弾をぶち込む。要するに民間人狙い撃ちに大量殺戮することによって本土決戦を避けて日本を萎えさせて、ごめんなさいとさせる、とどめが原爆ですよね。明治憲法の欠陥が許した愚かな戦争の結果、国策の犠牲として民間人被害者が大量に出てしまった。要するに裁判というのは国家の過失は認められますよね。確かにね、バカな戦を招いた過失が一つでしょ。それからもう一つは冷静に考えて戦すべきじゃなかったんです。もう一つはその後軍人軍属などと比べて保障に差をつけたというか、ほっといたというのはこれも不作為の過失じゃないですか。立法の不作為ですよね。でそこに被害があることを事実なんですね。だから裁判所になるとそれぞれの被害を具体的に何万何千何百何十何円ってこう
認定できるのが普通なんですよ。普通交通事故だって借金踏み出してちゃんとそうやって計算するじゃないですか。 この問題はですね、とても難しいのは、あの今じゃなくて昔の時代の役場が丸ごと焼けちゃったりしてるわけですよね。だからあのまだ氏名だって確認されてない人がいるはずですよね。なわけで最後のところでですね、被害がきちんと説明できないんですよ。こうなると裁判所は何ができるかできないんです。つまりそういう法がきっちり決めてないところについては政治が線を引かなきゃいけないんですよね。だからこれ簡単じゃないですか。あの 3.11 の事故の時いろんな議論がありましたけど、要は被害認定を裁判所ではありません、行政委員会です。しかるべき人を何人か入れて、私なんかも有資格者だと思います。そういう人を何人か入れて、それで戸籍の資料など一生懸命ね調べなくはないと思います。で現に生きている以上親がいたはずですから、でその人はどこで生まれ育ってってことはあの被害を受けたんだ、だから親がいなくなっちゃったから学校行けずにあの苦学して今日ある、ある程度の歴史は説明できるじゃないですか。これ刑事事件じゃないんですから、一応の説明がつけばですね、こんなこと嘘を言う人いませんよ。でそういう形で軽くですね、被害認定ちょっと大変失礼なんですけど、親一人死んだらいくらとかね、申し訳ない、あのそれから私は障害者、私は生まれつきの障害者なんですけど、あの手足だったらいくらとかですね、こう一応基準決めといて、であなたの人生はどう狂ったかってことをですね、あのパパパパパッとこう計算式作っておいて合算して、はいいくら、これねもちろん失ったもの全部絶対ありえないんです。だってあの体を失った人は失った手を返してくれ、足を返してくれ、目を返してくれって言いますよ。ありえないんですよ。あるいは親を失った人は親のある人生返してくれ、俺は親なしで育ったんだ、これ無理なんです絶対に。だからそういう方たちとお会いすると本当に額にすごい芝が刻まれてるんですよね。東京大空襲の原告団の方の副団長としてずっと頑張っていただきました、だいぶ高齢になられましたけども、かくしゃくとされております。では最後にあの名古屋からいらしていただきました、この9月19日で100歳になられます、本当に半生ずっとこの戦後保障の問題あの引っ張ってきていただきました杉山千佐子さん、あのまた名調子でお願いします。名古屋からやってまいりました杉山千佐子でございます。とうとう100歳になりました。まだ若うございましたのにね、何回国会へ足を運んだことでございましょうか。数えきれません。覚えが悪いもんだからとろっと忘れてしまいましたが、いろんな議員の先生にお願いいたしました。全部どこへか流れていってしまいました。国会へ14回提出したのもどこへか行ってしまいました。なぜ私がたいもないことを言い出したかというと、軍人軍属何かと戦争に負けたけれども保証がありました。何の保証もない一般国民は何にもないのですよ。病院へ行けば自分で払え、んなバカな、私たちはやりたくって戦争したんじゃないんです。無理やり参加させられたのです。そして敵の焼夷弾爆弾で怪我をしました。私の3月25日東京は3月10日に焼夷弾で10万人からの多くの人が焼き殺されたのです。誰が喜んで死んでいきましたか。誰も国を恨んでいました。10万人からの人が火傷をしました。大変な被害。それから2日経って名古屋が空襲を受けました。19日にも空襲を受けました。
そして25日の空襲、これが大変でした。焼夷弾でなくて爆弾でした。私は防空壕へ入ろうとした時に後ろで爆弾が破裂して吹き飛ばされて防空壕の中に生き埋めになりました。焼けるのも大変ですね。熱くって痛くって。だけど生き埋めも大変です。呼吸をしたくっても土がだんだん締まってくる。まあその切なさ。戦争ってこんなひどい目に遭うのか。初めての経験ですから大変でした。それから今日まで70年経っています。いつしか100歳、大変な年ですね。若いと思ってるうちに援護法はふいーとどこ行ってしまったんでしょう。議員の方々は聞いただけでやってくださらない。ぜひ実現していただきたい。国民を使い捨てにしないでください。一生懸命お国のためと戦い続けた国民を捨ててしまわないでください。多くの人が犬死にになって捨てられてしまったのです。悲しいです。何ともなりませんね。戦時災害援護法を制定し、もし再びこのような戦争が起きたときは、一番力の弱い国民を助けるという一条を作ってほしいです。国民は使い捨て、片輪になったら蹴っ飛ばせ。そんな国がどこにありますか。この日本にあるんですね。でも私は日本人として死んでいきたい。よその国へ行きたいと思いません。もう時間がございませんからあまり長しゃべりできませんが、皆さん頑張りますからよろしくお願いいたします。杉浦さん、ちょっと付け加えていいですか。はい、お願いします。今最後に私は、ね、岩崎と申します。新聞記者時代から43年間杉山を取材したり支援して、最後は介護の決裁もやってますが、ずっとそばで見てきてですね、今最後にちょっと漏らした言葉、私は日本人として死にたい、今年になって言い始めたんです。どういう意味なんですかと聞いたらですね、結局日本の国では一人前の国民として、つまり人間として扱ってもらえないまま戦後70年ここまで耐え忍んできたと。せめて死ぬ前にその空襲被害者と援護法で額の問題じゃなくて人間としての尊厳を、誇りをここまで生きてきたというね、印を私だけじゃなく、すでに死んでいった何万何十万の仲間のためにもね、叶えてほしいという、そういう意味だという、それだけをちょっと補足しておきます。